出せ大地踏みしめて輝いた東の空の果て明日が色褪せるその前に戸惑いを許されないならもつれる足どこへ行こう勝ち負けも知らず旅は続く続くのさ。はい、どうも、どうも皆さん、はいはい、こんばんは。いい人たちだ。ありがとう。もうね、帰ってこなかったらどうしようかと思った。ね。というわけで、斉藤美月です。ね、今日はこんなね、もう本当びっくりしました。すんごいいっぱいいると思って。すんごい顔がこっち見てると思って。ねえ。本当にね、こんな集まってくれて、本当にありがとうございます。2回目のね、ライブということで、今度は一人で、ちょっと寂しいかなと思ったら、後々、こう、ゲストさんがね、一人増え、二人増え、みたいな感じなので、ぜひぜひ、こんなコントライブを見に来てくれた皆さんのね、こう、なんていうのかな。ちょっとした心のこう、安らぎに、安らぎ？まあいいや。まあね、なんかそんなのになってくれればいいかなと思ってたりしますんで。で、後ほどね、いろいろこう、ガンガン盛り上がって一緒にジャンプしたりとかしてくれると、大変助かります。ね、盛り上がってくれると、あ、こっちも、イェーイ、ね、イェーイ、あ、もう、あ、もうありがとう。もうどうしよう。ありがとうございます。もうすごい嬉しいです。まあね、こんなちょこちょやっててもね、あれなんで、どんどん先に進みつつ、そして、トークのコーナーではっちゃけつつ、みたいなのでね、行きたいと思いますんで、がっつりと、ついてきてください。というわけで、ちょっと待ってね、ちょっと水を飲ませてください。いい人だ、ありがとう。
最大の褒め言葉はかっこいいだから、ありがとうね。あ、いい人だ。もうみんなありがとうね。本当言った瞬間に本当にありがとう。じゃあね、続けて、ちょっとしっとりタイムということで、盛り上がってください。続けて聞いてください。気まぐれに嘘ついたり